香港のビクトリアハーバー、東京都品川区北品川の品川浦と船だまり白地は日本語では港湾において船舶を停泊させる水域とされるが英語では特定のエリアではなく港湾全体を指す場合もある小型船舶用の停泊水域は船だまりとも言う古語では白と呼ばれ港、港に発展する同義語として港湾で闘病する場合は 病地という。白地は、港湾施設のうちの水域施設の一つであり、船舶が安全に航路から出入りし停泊するために、設定された水面である。気候した船舶を岸壁に係留して、安全に荷役作業を行ったり、旅客が快適に上下線したりするためには、白地は、解消条件の良い静音な水域に、十分な面積と水深等を持って確保しなければ、ならない。また、 海底の地質は、怒りがかかりやすいことが望ましい。周囲を陸地に囲まれた内海や湾で、これらの条件を自然のうちに満たす場所は、天然の良好とも形容される。近代以前、天然の白地を持つ都市は、港湾都市、商業都市として繁栄した。金閣湾に面していたコンスタンティノープル、ビクトリアハーバーに面していた香港などが例として挙げられる。日本では、 東京湾、大阪湾などが白地の条件を満たしており、横浜、神戸という港湾都市が発達した。近代以降は土木技術が進歩し、大規模な防波堤や掘り込み式港湾を建設して、静音な水面を確保したり、水深が不足する場合は、浚節を行うことで天然の地形に恵まれない場所でも白地を設定することが可能となった。 第二次世界大戦のノルマンディ上陸作戦の際には、イギリスの港からマルベリーと名付けたコンクリート製の巨大な箱を運んで、フランスの海岸に設置し、即席の仮設港湾を建設する作戦が実施された。ありがとうございます。